皆さんこんにちは。ドジャースの大谷翔平選手が日本人女性との結婚を発表しました。大谷選手の結婚を受け、ベーシスポーツイラストレーテッド電子版は、大谷翔平の結婚発表で明らかになったのは私生活に関する極端な秘密主義のみだという見出しで報道。この見出し通り、大谷選手の同僚や元同僚たちですら知らされていませんでした。奥さんについての詳細な情報は明らかにされていません。報道陣に取材対応した際も明かされず、同僚のエンリケ・フェルナンデス内野手も何も聞かされていませんでした。エンリケ選手は以前、大谷選手に親愛なる大谷翔平様と書き出し、私たちと契約していただければ喜んでポジションを変えます、またあなたが望むなら私はあなたのブルペンで球を受けることができますとラブコールを送っていた選手です。大谷選手とプレーできることに喜んでいたエンリケ選手は、結婚発表のインスタの写真は飼い犬だけだっただろう、だから翔平に犬と結婚したのって聞きたいんだよねと明るく答えました。確かに大谷選手のペットは一時期話題になりましたね。大谷選手の愛犬はコーイケルホンディエという犬種のようで、名前はデコピンと呼ばれています。奥さんも犬好きのようで、電話で犬を飼ったことを伝えた際はびっくりしていたそうです。これからは2人と1匹の幸せな家庭を築くことでしょう。エンゼルスの元同僚で現在はホワイトソックスに所属する同い年のブレント・フィリップス外野手は、彼女がいたかさえ知らないなんてすごく心苦しいと心境を吐露しました。ブレント選手はエンゼルスの明るいムードメーカーで、エンゼルスで恒例となった本塁打後のセレブレーションでチームメイトに兜をかぶせる兜係を積極的に務めていました。明るい性格で誰とでも仲良くなるブレント選手ですら、彼女の存在も知らされていませんでした。長い間エンゼルスで共にしていた割に私生活も知らず、彼女の存在も知らなかったことにショックを受けたでしょうね。その後で、でも確か一度だけ尋ねたことがあるんだ、でも答えを拒否られた、まるでザ・バチェラーに出てくるスポイラー雰囲気ぶち壊し屋よりも秘密主義っぽかったよ、やれやれと語りました。ザ・バチェラーはロングランの米人気恋愛リアリティテレビ番組で、日本版のバチェラージャパンも5シーズンが制作されています。参加者が多い分秘密も多くなるのがこの番組の醍醐味ですが、大谷選手もバチェラーに匹敵するほどです。日本では大谷選手の結婚にソフトバンク近藤健介外野手がコメントしています。近藤選手は電撃結婚を発表したことを受け、北九州での全体練習後取材に対応しました。日本ハム時代の同僚で、昨年3月には WBC で共に侍ジャパンメンバーとして世界一に貢献した後輩に対し、発表で知りました、おめでたいことですし、違うチームでシーズンが始まるというところでお互い支え合ってやっていってほしいと祝福し、大谷に捧げる一発を打ちたいと力強く語りました。近藤選手は以前、大谷選手の結婚観について話し合ったことがあったようです。結婚については早くしたいと言ってましたよ、そうは言ってましたけど女っ気はなかったです、あいつの行動を見ていたら一生結婚できないと思っていましたと冗談を交えながら暴露。全て野球に捧げている、あれだけ有名になったら外へ遊びにはなかなか行けない、だから良かったですと大谷選手の結婚を心から喜んでいました。結婚相手については、日本人女性という以上のことは知らないです、報道以上のことは知っていても言わないですとコメントしました。海を渡り伝説を残し続ける後輩に向け、宣言通りの祝砲弾を決められるか目が離せません。大谷選手はエンゼルスには約6年間所属していましたが、同僚にも彼女の存在を隠し通していたようです。元同僚でトラウタニの愛称で知られるトラウト選手のコメントも注目を集めています。大谷選手とのアベック団がトラウタニ団とも呼ばれ、トラウト選手は大谷選手の兄貴分としてトラニーの愛称でも
日本で親しまれている選手です。電撃発表で野球ファンを驚かせた中、昨季まで一緒にプレーしていても交際を知らなかったそうです。大谷選手の極秘交際は兄貴分のトラウト選手にも知らぬ事実だったようです。大谷選手の電撃発表後にトラウト選手は取材に応じ、誰にとってもビッグニュースだ、おめでとうと伝えたい、彼の幸せを願っているよと祝福しました。その後、記者から野球と結婚したと思っていましたか？という質問され、僕もそう思っていたよ、誰もが驚いたと思う、彼女がいたことも知らなかったとコメントしました。トラウト選手は、毎日球場で一緒に過ごすチームメイトも家族だが、最も大事なのは妻と子供と一緒に過ごす時間、家族は何よりも大切だと大谷選手にエールを送りました。大谷選手のファンはもちろん、ドジャースのファンの間でも話題になり、米専門メディアドジャースネーションの公式インスタグラムは、ドジャースの新しいスターはプライベートを秘密にすることで知られていると綴って投稿しました。米ファンから驚きの声が上がっています。これらの報道や投稿に米ファンは、これは奇妙、彼女がいて結婚することを知らなかったなんて、なんて特大なニュースなんだ、 LA じゃなくアナハイムで互いを知るのにどれだけの時間を費やしたか証明してる、などと驚きの声を上げました。一方で、プライベートを隠し通していることに尊敬するよ、これは彼の個人的な人生なんだから、みんながみんな知る必要はないよと、秘密主義の大谷選手を擁護する声も上がりました。大谷選手は29日午前0時30分頃に自身のインスタグラムで、日本人女性と結婚したことを電撃発表し、後日結婚に関する一問一答が行われました。入籍日と奥さんはどんな人という質問には、日本人の方ですね、入籍日は特に言わないというか、言わなくていいかなと思ってるので、至って普通の人というか、普通の日本人の人ですと答え、結婚の決め手については、特にこれというのはないというか、一緒にいて楽しいですし、なんとなくずっと一緒にいるところを想像できたんじゃないですかねと答えました。どんなところに惹かれたかという質問には、これというのはないですね、全体として雰囲気というか、一緒にいて楽しいですし、これ一つというわけではなくて、全体的な雰囲気が合ってるかなというか、と答えました。お互いの相性の良さが伝わってきますね。奥さんの好きな料理についてはまだないようです。奥さんもアメリカに来て日が経っていないそうで、手料理を食べることがそんなになかったみたいです。馴れ初めは短いスパンで何回かたまたま会ったので、そこからというのが一番ですかね。日本でですとし、プロポーズの言葉については普通に言いました、あえて言う必要はないと思いますとコメントしました。奥さんの名前や職業などは明かされていないものの、出会ったのは3、4年前だということは明かされています。現在は奥さんと一緒に住んでいるようです。子供のついては願ってはいるものの、公言するつもりはないようです。出会いから明確な交際期間などは明らかになっていませんが、トラウト選手も知らない関係だったようです。今は秘密主義の大谷選手ですが、結婚してから私生活がオープンになるかもしれません。今後、大谷選手と奥さんのもっと詳しい結婚秘話が聞ける日が来るかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。